はいどうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で225回目でございます、えー。今回いただきますのは、アサヒビールから出ております、アサヒゼロ角ファジーネイブルテイストでございます。えー、こちらのが、えー、ノンアルコールで、えー、果汁3%となっております。はい、アサヒのゼロ角でございます。えー、こちらはのカクテル味の、まあ、清涼飲料みたいなものですね。ノンアルコールですから。はい えーまあ、ちょっとこの後どデカ盛りの,ちょっとあの動画撮りに行かなきゃいけないんでお酒飲むというわけにもいかなかったんで今回はあのノンアルコールの動画ということになっておりますそうですねこれはですねファジーネーブラ味ファジーネーブルって言ったら確かカクテルでいうと、えー、オレンジと桃ですかあそれが合わさったやつだと思いますんでまあ、まあ、とりあえず飲んでみて、えー、何か言ってみたいと思いますはい ああ、こう来ましたか。あの、これ、実はオレンジしか入ってないんですよ、果汁が。でも、ファジーネブルな味がするんですよね。ってことは、まあ、多分香料か何かで、まあ、桃が入っていると。あ、これは本当に、あの、カクテルっぽい味がします。はい。まあ、オレンジも入ってて、で、桃のまあ香料みたいなのが入ってる。で、甘味料とかも入ってるんで、えー、もう、完璧なの甘さの、はい、美味しい飲み物です。はい、美味しい飲み物です。 ええ、お酒ではないですけども美味しい飲み物ですまあ、これくらいならほろ酔いの代わりになると思いますご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょう